みんな今回のマネが強すぎるって騒ぎすぎじゃない？今話題沸騰中の男は実際強いの？早速ね、ウイングと CF どっちも使ってみたんだけど、使用感最高でした。これキックフェイント入れて決めちゃう。ウイングストライカーなので、こういうところもねちゃんと外に張ってくれるのマジでありがとう。そして早すぎるからこれ縦でぶっちぎれちゃう。カンセロにも勝てるんだよね。さすがにすごくない？さらに彼の推しポイントはオウェ線が結構高いところ。こういうところもちゃんといい感じの場所を見つけて走り込んでくれる。こっからは CF で使ってみた時の動画なんだけど、抜け出しはねラインブレーカーよりもちょっと遅めというか、2列目からこう一気にグワッていく感じ。常にね裏抜けを狙ってるわけじゃないから、タイミングを見てスルーパス出してあげないと取んないこともちょっとあったかな。ただドリブルとスピードに関してはもう本当に最高だったから、当てた人はぜひ使ってみて。あと昨日 YouTube のチャンネル登録者数が5000人突破しました。おー嬉しい、ありがとう。おすすめの育成はこれ。